WBC 世界ストロー級のタイトルマッチです。リカルド・ロペス対オー・カンスカーバーレゲジュン、これがチャレンジャーです。ストロー級ランキングは5位、ゴ・コウシュ、オー・カンスです。リカルド・ロペス、そしてチャンピオンリカルド・ロペス31戦全勝です。 22KO。 場所は韓国の釜山から車で飛ばして2時間と20分ぐらいのところということです。ご飯、日本人 のマネージャーの西出健一さんがついてますね、はい、リカルド・ロペスに、はい、ロペスはこの試合が6度目の防衛戦です。2人ともハンサムボーイですね。そうだから韓国メキシコのですね、ハンサムボーイ同士の戦いですね、はい、さあどういう試合になりますか。第1ラウンドです。 WBC 世界ストロー級タイトルマッチ、白と赤のトランクスがロペスです。チャンピオン、そして白のトランクスとご紹介しておきましょう。ゴ・コウシュ、オー・カンスーです。向こう側がチャンピオンです。チャンピオンがトランクスにサイドラインが入っています。第1ラウンド、思わげ들어가서는안된다는주문이있었던것같죠。일단은로페스보다는오광수가그빠르니까말이죠、네、오칸스멀리떨어져있는상태보다오칸스가사스포복사파이터입니다야이나파리카르도로페스챔피언こちらは右のボクサー。リカルド・ロペスがですね、大体、163cm ぐらいありますかね、はい、じゃあオーカンスは166か7ぐらいありますか。ストロキとしては大きいですよね、はい、あか잠깐말씀드린대로같은왼손과오른손이オーカンス6戦全勝です。3つの KO 勝ち、그런전력으로나가야된다。チャンピオンロペスは31戦全勝 22KO 勝ちです。하나하나를지켜보고있습니다。静かな立ち上がりになりました。第1ラウンド、ね、右を持っていきました。ロペス、ちっちゃいになります。第1ラウンド、また散ってて調子目あげよ。1分30秒待っています。あ、ブディ チャレンジャーの右の銀がしたかね、切れてますね。出血しています。あ、ボギー좋지않습니다。バッティングですね。額の上ですね、髪の生え際あたりからじゃないですか、ね、はい、右、ね、今第1ラウンド、先ほどこのラウンド初めての打ち合いがありましたが、その時にバッティングがあったようです。 WBC 世界ストロー級のタイトルマッチ、ロペスは頭を持ってくる選手じゃないんで珍しいですね、はい、バッティングで切れるっていうのも。左を返しました。チャンピオンロペス、オーカンスもですね、構えはその、アップライトなんですね、体立ててるんですけど、打つときはですね、頭をちょっと入れてくるんですね。ああ、いいですね、連打を見せます。軽くて速い感じですね。そうですね、軽やかです。チャンピオンリカルド・ロペス、그리고오강수선수가다이상30秒切りました。残り2ダブル、だいぶ血が出てきています。정확도가있는선수네、왼손단발오칸스연타，역시선제공격을하는쪽이네백합입니다。자원투를치고돌아는로페즈，オーカンス出血のせいもあるのかもしれませんけど、一覧目硬いですね。あ、そうですね、はい、ね、さあ出ていきます。ああ、だいぶ流れましたね。そうですね、ソブ영화에서대결할때말에총을뽑을듯했는데、ゴングです。第1ラウンド終了しました。まあこのラウンドはやはり軽いパンチですけれど、クリーンヒットありますからね。だからロペスのポイントですね。チャンピオン、はい、これこうですね。なんかあの当たり方だったらですね、ロペスの方がそのバッティングで切るみたいな感じですけど、向こうの方が切ったんですね。そうですね、髪の毛の中、生え際あたりでしょうか、来ています。チャレンジャーのオーカンス、さあ第2ラウンドになります。88年のオリンピックのことなんですけれど、はい、韓国に2人強いあのライトフライ級いたんですね、はい、金光前、金カンス、ウンベルト・ゴンザレス戦った選手とこのオーカンスなんです、はい、で金光前はオーカンスに勝ったんですけれど、この2人がですね、オリンピックでメダルを取る可能性があるとして、金光前がフライ級上がったんですね、はい、
で、ストローキュー、あのライトフライ級でこのオカンスが出たんですね。金光前はそのフライ級で金メダルを取ったんですね。もともとジュニアフライ級、ライトフライ級なのに、ね、はい、ところがこのオカンスは先ほども言っていましたけども、初戦でマイケル・カルバハに当たってしまった。そうですね、どっちが勝ったような試合かわからなかった。そしてバンタム級で変調位ですね、今度ラバナレスをやる選手なんですけど、はい、この選手もクリストフに負けたんですね、はい、同じような試合だから座り込み事件が起きたんです。なるほど、会場が沸きました。変調位置も1回戦だったんですよ。そうですか。ハマさん、ロペスの動きはどうですか。ロペスはいい動きしてますよね。そうですか。ただサウスポーはそんなに得意じゃないかもしれないですね。ロペスのタイプからするとサウスポーの左フック有効じゃないかなと思うんで、いつ出るかなという感じで見てはいますけどね、左のリードジャブを中から出したり外から出したりしているところあるんで、そして相手が入ってくるところ左フックを伸ばすんじゃないですかね。オバンスが적극적으로돌아가죠。ワイルドハンソン選手はかなりハミで戦うんですね。はい、体の正面見せまい見せまいってして、だから足がですね、相手に対してほぼ直角に近いんですね。大体その構えは逆にサウスポーがやる構えなんですよね。なるほど。この構えでは右ストレートが相手に非常に遠いですね、はいはい、まあ、その分振りかぶってっていうか引いて打てるんですけどね、判定はいないと思いますが、お客さんが沸きます。またかなり出血してきましたね。そうですね、頭の中なんですが相当強くぶつかったかもしれないですね。第2ラウンド残り20秒を切ります。動きはいい、チャンピオンのリカルド・ロペス、6度目の防衛戦。심리전을펼치는로페즈2회전얼마나안타깝습니다. 1초! 홀딩으로계속하는 로페즈. 네! 블랙이선언할때까지는 계속 주목이 나갈 테니까 로페즈っていうのは 注意深いって言いますかね。 私 ハートは小さいと思うんですけどね。 相手を見切るまでかなり慎重ですね。 そうですか。たまたまロッキーリン戦はですね、あのパンチが当たってノックアウトしましたけどね、あれはまあブロックですよ。あ、ロペスの方も足じゃないですか。そうですね、切ってはいないようです。組み立てて戦う選手ですね、はい、今のラウンドもロペスのポイントですね。チャンピオン第1ラウンド第2ラウンドと取っています。 WBC の世界ストロー級のタイトルマッチ第3ラウンドに入りました。韓国の呉光洙、王冠数が打ちますと大きく湧き上がります。リングサイド、リッチャンピオンの右です。本当に相手に対して直角に構えますリカルド・ロペス、半身になっています。上角으로가는오방수따라들어오는로페즈저렇게치고들어올때쳐야되는데로페스っていうのは自己管理のですね厳しい選手なんですね。ほほ、ついつい食べ過ぎたり飲み過ぎたりということはこの選手はないんです。そうです。周囲でトレーナーマネージャーが言う必要はないんですね。うん、もっと食べろって言っても自分でいやもうこのぐらいにしとく、そういうタイプの選手なのね。減量にはあまりじゃあ苦しまなくて済むタイプですか。うん、だからこれだけ自己管理がですねしっかりしてるとですね、ウェイトはストローキーを降りますよね。なるほど。左のパンチを出していきました。王冠数、王冠数の戦いぶり、浜田さん、ここまではサウスポーツどうでしょう。うん、そんなに良くはないですね。そうですか。右を伸ばしておいてゆっくりゆっくりくっついていこうという感じですよね。このやり方だとロペスのパンチが飛んできますね、もっと右のリードジャブ出すんだったら、まあ、打つんだったら打つ、まあ、今の感じで中途半端な伸ばし方が多いんですね。はい、まあ、アマチュアの名選手ですからね、このオーカンスっていうのは、韓国でかなりの期待をその集めてたんですけどね。おー、ナイスカウンター、ナイスカウンター、オーカンスの左です。タイミングは良かったですね。ロペスは本当に相手から当たる距離に
いる場合本当に慎重ですからね、はいはい、まともに打たれるってことは絶対にないですから。さあ7パンチで乗れるか。大川さんは右を出しっぱなしですよね、伸ばしっぱなし、あれだと相手に探られますからね、やっぱり出さなきゃいかんですね。オカンスもあのパンチだけですからね、このラウンド。それ以外はそのやはりロペスがその支配してますからね。はい、ロペスワンツー冷静です。リカルド・ロペスチャンピオン。ロペスはいくらチャンスになったにしても自分が打たれる可能性がある場合は絶対に打っていけないですからね、まあ、小泉さんのおっしゃった自己管理、それと気が弱いというのか慎重というのかですね、性格が分かるようですね、今のお話を総合すると。第3ラウンド終了しました。このラウンドはですね、一昔前だったらこれオーカンスのそのポイントになるんです。一発でもこういうふうにいいパンチをスコーンと当てると、このパンチですね。ただですね、今のそのラウンドを支配してそのポイントを取るっていうラウンドシステムに近いシステム、ポイントシステムではですね、今のラウンドもロペスのポイントになると思いますね。はい、チャンピオンロペスポイントを上げていきます。平昌北道後半で行われています WBC 世界ストロー級のタイトルマッチです。もちろんロペスが왼손아파카트를쳤습니다오광수의오른쪽옆구리쪽을노려봤는데요4회전원투먼거리미치지않습니다左から右のワンツーです。リカルド・ロペス왼손을노리고있습니다。これで伸ばしっぱなしですよね、打たなきゃいかんですね、ええ、伸ばしっぱなしじゃロペスのタイプにはペースをつかめないですね。まあ、リージの長い選手が突進するファイターに向かって伸ばし、あ、来ましたね、来ましたね、交代します。さあチャンピオンボディ、こうやって手を伸ばしっぱなし良くないですね、オーカンスは。やっぱりフォームはきれいに戻さないとですね、はい、さっきみたいな大きいパンチ飛んできますね。伸ばしっぱなしの場合はリーチがある選手はいいんですけど、そんなに差がない場合はどっか開くわけですからね。はいはい、中に入っていきました。左をダブル出しました。一旦離れます。そして中に入っていったチャンピオンのリカルド・ロペス。ソロになってオーカンスーはこれが7戦目。아오파카트치는로페즈원투레트가빗나갑니다。第4ラウンドに入っています。第1ラウンド早々におでこの上、髪の毛の中でしょう、オーカンスーが切っています。さあオーカンスー出ていきました。左、これは当たりません。ブリンチします。チャンピオンロペス。オーカンスーは空振りした場合の次のパンチが出るフォームじゃないですかね。はいはい、やっぱりロペスの一発目に集めてるのは絶対に当たらないですからね。おでこが随分赤くなりました。オーカンス。オーカンスは手が流れますね。そのパンチ出しっぱなしにしますから、はい、その3つ目のパンチを返すっていうことができないですね。じゃあ勝ちロペスと왼손을뻗네요。状態を伺いました。あ、随分と顔が赤くなってしまいました。オガンスロソン왼손특히단발을많이노리는데어쩔수없습니다。このレフリーはチャックアセットですね。はい、カリフォルニアのレフリーです。ドクターに見せてるんですけどね。試合を止めました。これは当然地元の韓国の方ですね、ドクターはね。そうですね。大丈夫です、続投できます。第4ラウンド1回試合を止めまして、ドクターに傷口を見せました。ここでゴングです。第4ラウンド終了しました。このラウンドもやはりロペスのポイントですね。はい、これは効きましたね。効きましたね。膝が落ちかけました。
예오회전잡아들었습니다그린치から離れるとき不用意にですね手を下ろすっていうのは危ないんですね。やっぱり顎を引いて警戒しとかないとですね、ああいうパンチも打たれた方が損ですからね。発射は第5ラウンドに入りました。今のところスピードの差が出てますね。王冠祖の場合右手を伸ばして、まあ、どっちかというと捕まえておきたいっていう感じですよね。はいはい、ロペソの動きが速いので捕まえてボクシングしたいという感じですけど、やっぱりスピードがある選手はスピードなくちゃついていけないですね。オガンスが왼손을잔뜩노리고있었는데빗나갔습니다。다시오광수들어갈채비스텝을멈추고다시원투대리を出しました。ライストレート待ち지않아도계속그런상태로나가야됩니다。オカンス背中を見せています。オカンス、ちょっと攻めが単調ですね。プレッシャーかけて打つんですけど、ワンツーだけですからね。じゃあ、次、オカンスの왼손에ちゃんと기대를걸고있습니다。아무튼、ロペス、까다로운상태で、ボディを叩きに行きます。ロペス、相手のパンチを振ります。今の右フックの打ち方も悪いですね。けれど、떨어져있는상태에서는불리하니까、계속、주먹이맞지않더라도자지금보십시오、네、주먹이안나오고있죠。오칸스가ですねなぜパンチ出ないかというとですね右をシャープに打たないからなんです。右を伸ばそうと浜田さんによく指摘されて、だから次のパンチ出ないんですね。서울올림픽때금메달을놓치고프로에데뷔해서지금기다린지4년6개월아닙니까。자계속달리ついていきました。ワンを弾き返すように打つとツーが続いていくんですね。はい、よくワン、あいつのワンツーは良くないっていう選手はワンが悪い場合もあるんですね。いいワンを打つとですね、ツーが続いてくるんですよ。はい、ね、あロペスが回りと왼쪽オーカンス、タイミングは良かったですね。はい、タイミングは良かったんだけど、そこでせっかく接近したわけですから、はい、あその後続くことができますか。完全には止血されていないようです、オーカンス。オーカンスの突き、これは顔をかすっただけ。フォローしないからロペスにああいうふうにその昔のパンチ来るんですね。これでワンツー2回でしょ。さっきのポイントが相殺されますよね。멀찌감치외곽으로도는오강수이마에서는계속피가흐르고있습니다。ロペスと여의지는않아요。ゴングです。第5ラウンド終了しました。このラウンドもそのロペスのポイントですね。このパンチいいパンチだったですよ、ええ、ここで一歩踏み込むことですよね。あれ以外にその有効度ないんですからね。全然 リカルド・ロペスはそのあのパンチ受けた後ですね、ワンツー2回やってますね、はい、WBC 世界ストロー級のタイトルマッチ、試合は第6ラウンドに入りました。確かに今の WB や WBC のですね、世界タイトルマッチの祭典はちょっとアマチュア的なんですね、はい、軽いパンチでもヒットしてそのラウンドを支配したらポイントがいくんですよ。ということはですね、手を出さないとラウンド取れないということなんです、ええ、パンチのある選手が単発でですね、そのラウンド1発か2発しか当てなかったと、はい、それじゃあ取りにくい時代になってるんですね。ボクシングの祭典方法が変わってきてるんですよ。なるほど。オガンス머리에피가많이흐르고있습니다。左ワンツー、今度はもう一度左、中央です。身を持っていきました。ロペス距離を取ります。リカルド・ロペス追いかけていきます。チャレンジャーのオーカンス、まだ出血は続いています。深く打ったかもしれないですね。左オカンス、頭の中というのはどうなんですか。止血は小泉さん、頭の中になってしまうとですね、その髪の毛がありますから ねちょっと止めにくいんですけど、私あれは髪の生え際じゃないかと思うんですよ。そうですか、はい、
韓国はこれだけボクシングのレベルが高いのにですね、セコンドの人たちあまりその秘訣はうまくないんですよね。アメリカとの交流っていうのは日本アメリカ人のそのコーチなんか結構ありがたがありますからね、はい、まあそのアメリカの影響というのを積極的に日本は受け入れてきたんですが、韓国は必ずしもそうでもないんですね。ボクシングの止血剤というのはもうアメリカがやはり本場ですからね、はい、輸入の度合いの差でしょうね。だいぶ出血はしています。これ浜田さん、ロペスの方はこれ出血しないしていないんですけども、かなりロペスの相当な返し浴びてますね。浴びてますよね。しかしこれだけは随分流れていますが、攻撃をやめません。ロペスと沈着한선수인데요。オーカンス、ひるみません。올려치고빠지는로페스。자오광수가받아치고들어갑니다。目にも入るんではないかという感じなんですが、オーカンス。非常にこう軽걸음을잘치고있거든요。手を出します。ロペス。ミサイルパンチ죠。그렇습니다。적당히먼거리에서휘어치는로페스。オーカンスは待ってたんじゃ勝てないですね。左。いや、血だらけになりました。ゴングです。第6ラウンド終了です。このラウンドもオーカンスもいいところありましたけどね、全般的にそのフォローのパンチがないし、構えが硬いですね。だからロペスのポイントだと思いますね。ロペスも振りは大きいんですけどね、スピードがありますからね。 WBC 世界ストロー級のタイトルマッチ、チャンピオンリカルド・ロペス対チャレンジャーランキング5位のオーク・カンス。メキシカンのチャンピオンロペス、韓国の選手とはこれが2人目の対戦です。防衛の中で2人目の対戦です。1度目が2度目の防衛戦の時、リー・キョンヨンと戦っています。そうですね、井岡選手といい試合してラストラウンド、その井岡選手がその TKO した選手ですね。いい右を伸ばしました。チャンピオンロペス、背中がチャレンジャーです。ロペスもあまりこの試合出来は良くないと思いますよ。あ、そうですか。まあ、相手が大柄なサウスポーのせいもありますけどね、ロペスはサウスポーは得意にはしないですね。あ、あ、またレフリー時計を止めました。2度目です。先ほどと同じドクターが上がってきています。보기하고있지않습니까네그러나링주위의그분위기는아주침울합니다네승패를떠나서안타까운그런표정들이있네요네시합은속고사입니다박수가되었습니다미워다시마시다로페스ロペスというのは試合巧者ですね。クリンチ離れてファイトが再開、それからこういう中断の後は必ずオープニングヒット出して右当てるんですね。第1ラウンドでバッティングでチャレンジャーが入り際のあたりを切っています。熱いチャレンジャーのワンツーです。カンス、オーカンスは工夫しなきゃパンチ当てきれないですね、まあ、当てよう当てようとして一発空振りしたらそこで止まってしまってますからね。ロペスには 2,3 発目は当たらないですね。들어갈때왼손이마치그송곳꽃이뜨지말이죠。あとは続きません。オーカンスです。オーカンスはどういったシャドーボクシングするのかちょっと練習も見てみたいもんですね。ああ、そうですか。流れるようなリズムある、今途切れ途切れですからね。はい、はい、勝ち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 。アマチュアでは素晴らしい成績を残したオーカンスなんですが、これがプロ7戦目です。正当な地位ですね。これ相当量なんですね。チャンピオンもこれやりづらいでしょうね、浜田さん。
いや、チャンピオンそういうことないと思いますよ。そうですか、はい、やっぱ相手 の, あの怪我ですからね、ええ、어려운상황에서투혼을생각하는오광수와투왼손빗나가고공을내서아공입니다第7라운드終了しました그렇습니다이너무첫째このラウンドもロペスのラウンドですね계속출혈을하고있기때문에상당히오광수로봐서는힘겨운지금경기로페스はですね、あのなぜサウスポー対策うまくないかって左回りあまりしないんですよね。自分が目がいいしフットワークが速いもんだから右を当てよう当てようとしてですね、逆に右回りを良くするんですね、はい、そのためにあのロッキリンを倒したその得意の左フックが死んでるんです、ね、でサウスポーに対してもっと左フックを有効に使っていけばですね、はい、あのもっと料理しやすいはずなんですけどね。試合は第8ラウンドに入りました。どう左だ、お手をいただきます。画面返します。サウスポーからするとロペスの左フックは一番怖いはずですからね、はい、ですからロペスの左フックいつ飛んでくるかなと思いながら見てはいるんですけどね。左へは回っていったんですが止まりました。足を止めています。まあ、浜田さん言われたようにですね、あのサウスポー の, そ の, あの対戦者に対して右ストレートと左フック武器があるんですね、だから右ストレートをよく打つように右へ回ったり、あるいは左フックをその打つためにそして左へ回ったりですね、右へ回ったり左へ回ったりそれしながらそのボクシングするというですね、相手は射程にその的を絞りにくいんですね。あ、ロペスも攻めが単調ですよ。はい、ロペスはサウスポー得意じゃないですね。そうですよ。ロペスこの試合なかなか苦しんでいます。しかしポイントはしっかりと抑えているリカルド・ロペスチャンピオン、まあ、ロペスの性格からして無理して倒そうという気はそんなにないでしょうね。なるほど。第8ラウンド半ばです、ね、ロペスのいい出来ではないにしても、打たれてもないし苦戦じゃないですね。まあアマチュアその37小節と40小節あるんですけれども、まあアマチュアで負けてないでしょ、プロでもこれで30戦全勝でしょ、だから負けないボクシングであることは確かなんですね。ポイント取るのはうまいし、そしてまあ身長というか、そのまあ相手のパンチを受けないようなボクシングしますからね、はい、本当に顔も一発も打てないような顔してますからね。そうですね、アンサンボーイです。リカルド・ロペス、私はあまり打たれ強くはないと思うんですよ、このロペスは。そうですか。ちょっと打たれるとすぐエキサイトするみたいな、来い来いっていう風な、俺は聞いてないぞっていうアピールしますよね。しますね、確かにします。本当にタフな選手だったらああいうことやらないですね、ケロッとしてああいうことする前にすぐあのパンチを返してきますよね、はい、リターンパンチをね、はい、ああ今のオーカンスが伸ばしっぱなしですよね、伸ばしっぱなしはああいったパンチを受ける場合あるんですね、やっぱり伸ばした後必ず戻さないとですね、あの防御が取れないんですね、はい、第8ラウンド終了です。このラウンドもロペスのポイントですね、はい、伸ばしっぱなしですからね、ガードができないわけですよ、はいはいはい、打つこともできないガードもできないわけですね、まあ、ハーンズみたいな相当な上背があってリーチ差があれば突き放すことで、あの伸ばしっぱなしで突き放すことができるんですよね。今のスローモーションで、あの右をトリプル打ちましたね。なぜ左フック返さないんですかね。これ左フック返したらもうそこで試合終わりますよね。ロペスの左フック得意なパンチなんですけどね、サウスポーから避けにくいんですけど、ロペスはサウスポーは得意じゃないですね。ポイントは取っていますがちょっと手を焼いている、慎重なリカルド・ロペスチャンピオン、背中を見せています。チャレンジャー王冠数は1ラウンドに期待の上生え際あたりを切りまして、依然として出血が続いています。第9ラウンドです。
これだけ血が出る試合は珍しい試合です。それからこれだけ血が出てるのに続けさせるのも珍しいですよねドクターが2度見ましたよね。ワン、ツー、ツーです。チャンピオン、やはりこれ世界タイトルマッチですからね、なかなか止めるのも大変難しいでしょう。サトルを하고있습니다만은特に韓国で行われています。チャレンジャーの地元です。경기운영이죠。기량이요난복수입니다。左効いてないというジェスチャーはリカルド・ロペス。いい、おー、振ります。あー、来ましたね、今のは。来てますか。今のは来ましたね。さあ、ロペス、今のは来ましたね。ヒット出ていました。いいよ、連打します。これまでの各ラウンドは全てロペスが抑えています。右やった、もう一度右、左が返しません。もう突き上げた。右のダブルが確かにこのラウンドよく当たってますね。はい、いつ左を出しますか。右をもう一度ダブル、大きく振ります。戻り落ちました。ちょっと左手に食べてるのかもしれませんね。あ、なるほど。右を出します。左は返さない。左は顔面打たずにボディを出ますね。今もそうでしたね。左、右のストレート、もう一度回していきます。第9ラウンド、レフリーが一旦分けました。かなりロペスが積極的になっています。もう一度右、確かにその後左は返していきません。リカルド・ロペス、あ、だいぶ流れてますね。そうですね、アレフリーがまた間に入りました。またドクターを呼ぶようです。ロペスの返り血の方がすごいですね。そうですね、どっちが傷…あ、저렇게상처가났을경우는 TKO 가됩니다。의사는속행을시키는표정이고요。주심은안되겠다는그런고개를설레설레짓는데속고불가능단지이제그상처가버티냐가격이냐가문제가되겠습니다가네そうですね。そうですね。ロペスへ손을드는군요。ということは안타까운순간입니다。これで試合が終了でロペスの勝ちですね。一応 TKO を宣言したんですね。 TKO 를선언하第9ラウンド TKO です。ロペスこれで6度目の防衛戦になりました。역시가격에의해서防衛成功です。これ1ラウンド目 のバッティングのシーンですよ。競技규칙を하면은전혀먹게되지않고그다음에너무로페스의미사일을기다리고있다가ロペス9ラウンド2分40秒 TKO 勝利です。これで6度目の防衛に成功しています。9회2분40초입니다。오광수로서는잊히지않는기록이되겠습니다。